おはようございます。おはようございます。今日は、見学通路がオープンしたので、どんな感じかちょっとご案内してもらっていいですか？はい、はい、オープンしたよ。アルコールしてください。はい、はい、皆さんね、よくはこんなチュッてされる方いますけども、これ間違ってますからね。ワンプッシュってこれですからね。ちょっとダメだ。これじゃなく意味がないので、ワンプッシュちゃんとしてください。まあ、こういったら、まずこっちからですね、行って、手の甲を行って、で、次ここです、指、はいはい、で、これ行きます、はい、こう行きます、はい、で、次は爪ですね。先生、はい、アルコールが何になりました？拭いた時に言ってほしかった。はい、こんな感じ。で、次は親指です。はい、親指で、あとは手首。はい、これが一般的な食品会社とかそこら辺でやってるやつのやり方ですね。はい、はい、これでいいですか？はい。OK。はい、上がっていきます。はい、どうぞ。で、まあ、パネルがありますのでね、入ったすぐに皆さん、ね、多分うちの YouTube では上がってないんですけども、梅の収穫、はい、これいつもですね、だいたい5月の下旬から、6月いっぱい、まあ、7月の初旬ぐらいまでやってますかね。でも今年はですね、梅の収穫ちょっと時期が早かったんで、もうほとんど終わってるところが多いです。青梅を求めて川出に行くお客様が多いんですけども、もう今の時期来ても青梅って大体もうありません。そう、収穫する時期がもう早いので、大体欲しい方は5月の下旬から6月中旬ぐらいまでには、まあ、買いに行ってください。青梅はもうないです。売られてます。ないです。はい。で、このようにですね、6月頃に収穫始まるんですけど、これ見てください。はい、このネット何かと言いますと、木についている時の梅っていうのを収穫するように思ってますけども、収穫しません。広い梅っていうんですけども、これね、完熟した梅しか使わないんですね、梅干しに使う梅っていうのは。はい、で、こういうですね、落ちてくるまで待ちます。で、落ちた梅を拾う、これを広い梅って言います。あと、これ塩漬けですね。はい、農家さんが撮影したやつなんですけども、これお塩にいっぱい入ってます。見ましたよね、もう YouTube 動画で。はい、これ見てないかな、このな、また動画見てもらって、はい、ね、概要欄貼っときますので、どうぞ見てください。で、このようにですね、塩漬けして大体1ヶ月ぐらいしますと、次の写真、はい、いきますとですね、はい、8月になりますと、このようにですね、日干しをしていくんですけども、まあ、ここもまた動画撮りに行くんですけども、今はですね、このように外で1日かけて干すっていうことはまあまあないと思います。まあ、やってることはですね、ビニールハウスでやってですね、はい、これもですね、多分 YouTube の動画で最後に多分ここにまた、あ、僕ワンワンって言ってやってるから、はい、で、まあ、このようにですね、天日干しをして、普通は3日未満、3日未満、はい、特に夏はそのぐらいかな、はい、3日未満かけます。はい、はい、営業時間は今は8時半から4時になっています。ちょっと短縮しております。ほんまはですね、8時半から5時までやってます。でも1時間カット、はい、すいません。その時間何してるんですか？4時に閉めて、4時に閉めて、この工場見学全部アルコール消毒して、で、店内ももう一度全部消毒します。まあ、その時間のためですね、早く営業時間を短縮したっていうのは。はい、あとお手洗いとかいろんなところ、もう拭けるところは全部拭き切ってます。マスクの着用とアルコール消毒、ご協力お願いします。お願いします。ではお待ちしております。はい、待ってます。バイバイ。いいです、肉が